え？りょうすけ結婚して、にゃん。ありがとうございました。すっごいたくさんの方が来てくださって、ありがとうございます。なんか。今あんまお腹空いてなくて困ったな。カバンの中身を整理したくてさ、ずっと。そういえば一緒にする一緒にするとか言って、みりにょさんのおっしゃるニットねえ見たかった。たくさんのお祝いありがとうございました。嬉しかった。待って待って、なんか目に入ってる。やっほー。そうやって噛むんだ。ダメ。超嫌じゃん私のこと。どういうこと？バブバブバブ。バブきなこ、バブバブ。ギフトだ。まーちゃんありがとう、ありがとう。ありがとう。何玉かしら。リオピありがとう。くまくまありがとう。ゆたありがとう。誕生日タワーかな。昨日誕生日タワー書いたんだけど、そこに書いた方がいいのかな。くれちゃったけど、お誕生日ありがとう。お祝いしてくれて嬉しい。ひいきち俺の嫁、嫁でーす。今日も大好きタワーありがとう。
バブになりました。あー似るなにおしゃっかり似な似な。追加任せて後で書くね。かわいい今のきなこの写真。私って撮るのうまくないっていうか、お出てなんやねん。毛が長いからトリミングに行かない？そろそろ。どうよ。全部切られちゃうかな、剃られちゃうかな。いい感じにしてもらえない。顔やばい。ライオンね、夏とかにね。何？あんたさっきまでめっちゃ暴れてたじゃん。何配信始めた途端そんなあざとい顔してんのよ。あい？さっきまでゴミ箱漁ってたじゃん。まだバブだね。そろそろ歯磨きシートしたいけど。え？え、どうしたらいいですか？でも確かになんか音するんだよね。え、何？エアコンの中に虫でもいるのかな？え、無理かも。えぐい。きなこ。あ、タワーだ。リナだ。ありがとう。ありがとう。何タワーだろう。誕生日タワー違うか。
かに音はするの、さっきからミキミキみたいな。でも私今エアコンから虫が出てきたらもうこの世の終わり。私はなんかもう怖くて配信どころじゃないかもしれない。ちょっと助けてほしい。エアコン疲れた？でも私害虫キャップちゃんとつけてる、虫入ってこないように。サジオ俺のやめでーす。何とばか見失っちゃった、やばい。ほうほう、虫は無理ですね。なんだ？エアコン消したからこれでまた聞こえたらもう終わりです。かわいい。何？えぐい可愛いわ。可愛い。ちょっと見てほしい。やばい。冷房つけてないよ。暖房だよ。怖いですね。かわいい。見てください。あ、やべ。こちらをご覧あれ。テレビつけてるよ。音は消してますけど。かわいい。かわいい。魂抜けてるんだけど。配信してると甘々かも。いやでも私さっき横になってお昼寝し仕掛けてたけどめっちゃ上に乗ってくるから重くて起きた。
あれ見てる、テレビのテレビ見てるわ。テレビのゲームの画面がすごい動いてて、それ見てる。え？だよね。え、だよね。テレビ見てるんだよね。テレビだよね。よくテレビ見るんです、うちの子。朝テレビ好きなの。え？どこ見てるの？怖い。あ、実は寝てるみたいな。皆さんは今日夜ご飯何を食べたんですか？なんかめちゃ目に何かが入る。牛タン食べたい。今日 TikTok 載せました。今日撮ったやつを。今日納豆でパスタって作れるんや。とんかついいな、丸亀いいな、ざるそばもいいね、カレーライスえらい作るの、ハンバーグ、うなぎいいな、おてて掴んでくれないの、ひとみちゃんはコーラ、なんかねケータリングのお弁当いっぱい食べたね。ねえねえ、おお猫だね。コーラまだ一本も飲み、今やっと一本飲み切った。私がいるから発酵しちゃうのか。信じらんない、餌抜きだよ、自分の手って噛んどき、そうそう。カバンの中身を整理したいんだけど、カバンも決めれてないんですよ。私荷物がめっちゃ多いんですよ。かわいい、ちょっとこのまま待っててくれる、きなこがそこで。絶対ついてこないでね。よし、あ、すごいラビュータワーだ、ラビュータワー、クマタワーだ、リアピーありがとう、すごい画角でごめんなさい、
何タワー、ありがタワーかな。ありがとう、きなこ推し。ラジオ配信でいい？あ、ほんと？ちょっと待ってて、絶対ついてこないね、きなこ。かわいい。目線で私がどこにいるかバレちゃう。ついてこないでね、狙わないで。ちょっとミュートに。来なくていいよ。ついてこないでねって言ったでと。もうすぐについてくる。カバンが。これを使いたい。繋いでるの。ただ難点、大きさが足りない。多分ね、足りないんですよ。今ロゼのカバン使ってるんですけど、それですら足りてないから、物を減らしたい。詰め放題しよう、一緒に。絶対入んなくて面白い。絶対に入らなくて面白い。もう見て見てわかる。入りません。だって今すでにこんなんなのね。大きさも一回り大きいのに、ロゼの方が。やれやれ。あれ？っていうか、あれ？え？っていうか。在庫あり。5月中旬。先行予約。5月中旬。なんかさ、持ち物が多いんだよね。わ、来た。そうなの。え、売り切れてますよ。ほい。
ねえ、何してるの？ダメでしょ？もう、まあそれはいいとして、さあ、あばばば、充電器で。まずアイロンが2種類、ストレートとカール、これ一番荷物が多い時パターンです。まずアイロンが2つ、カールとストレート。で、メイクポーチ。ああ、もう入らない。え、だってこれ入れただけでさ、見てよ、こんなんだよ、もう。どうしろっていうの？このメイクポーチを縦に入れよう、こうやって入れよう。メイクポーチやばいよね。え、もうこれ終わりじゃない？終了の水を眺める。あ、だからあんたいつもびしょびしょなの？水遊びしてるから。まあいいけど、部屋汚さないでね。たくみん、ありがとう。くまくまくま、ありがとう。で、歯ブラシでしょ。もう入らないわ。無理ゲーかも。これに、このお財布とかマスクとか入れたらなんか入んない。鼻セレブはなきゃダメだし、ノエミパスポートでしょ。誕生日タワーで投げてください。誕生日のやつに一緒に書いてほしいよって方言ってください。写真集買った。え、ありがとう。一目惚れしちゃいまして。入らない、どうしようかな、入らない、入らない、入らない。
え、美顔器とかも持つよ。え、でも諦めよう、無理だ俺、無理だわ。やっぱロゼくらい大きくないと私は無理だわ。はい、ロゼの偉大さが分かります。結構ショック、いや入らないだろうなと思ってた。お誕生日おめでとうタワーだ、幸せな一年にするです。幸せ一番。どうしよう、いや頑張ればワンチャン、ワンちゃんとかないよね。心配性で、だってこれは何でもポーチなんですけど、これ小割り箸とかストローとかも入ってるし、ホットアイマスク、いつ新幹線とかいつでも使える、ハンカチでしょ、私ってハンカチ持ってたんだ、しっかりハンカチ、あとウェットティッシュ、なぜか冷えピタと汗拭きシートと、どこでもなんかちょっと軽くなんか荷物預けたい時とかね、ちっちゃいカバンと、この箸たち、ここにもある絆創膏とか薬とか印鑑までありますかね。カラコンの替えでしょ、ネイルオイル、香水、ハンドクリーム、コロ、見てください、コロコロまで、あ、汚いけどコロコロまである、コロコロ、前髪カーラー、爪切りまで持ってるわ。きなこ何しに来たなの、言いなさい。うん、まだあるよ、いっぱいあるの、いろいろ。どうしたらいい？でもこれ使わないのはもちろんあるけど、それを省いても入らない絶対に。あ、すいません。鼻がムズムズして仕方がない。きなこにがめされた。こっち見ないでよ。かわいい。あー、鼻が。花粉ですか？でしょ？どうしたらいい？でも無理だね。どうしても、でも普通のお出かけだと全然ちっちゃいカバンに行くんですけど、基本地メイクとかなので、そう、メイク道具とかでも結構みんなカバンはやっぱ大きいです、そりゃ入んないからね。かわいい、どうしたのきなこ、ん、大きないよ、袋あるよ。どうしよう、ねえねえ、引っかかないで、新しいカバン、いや、キャリーにしたらってめっちゃ言われるんだけど、キャリーもキャリーで大変よ、入らない全然、待って
メイク道具の組み合わせ一緒でもメイク道具を持ってくの。ボンボン、キャリーは大変なんです。例えばがバスでみんなで移動するってなったら荷物の場所も取っちゃうから。そうなんですよ。じゃあ諦めてこのカバンは荷物をじゃあ減らそう。そもそも今のカバンでさえ入りきてない。レシートがやばいんですよ。そう思ったの。レシートがやばい。あと箸多すぎ。こんなにいらない。しんちゃん料理できるよ。卵焼きなら。この何でもポッケは必要。箸、スプーン、フォーク、地味にね欲しい時あるんですよ。地味にうわ箸入ってなかったみたいな時あるんですよ。結構ここにナイミパスポートも入れるんです。やった生きがいありがとう。待って誰かさっき面白い大女投げてた。しだしだ面白い女。うーん、私結構多いですよ。ここに入ってる箸使うこと、なんか箸もらい忘れたりするんですよ。ミク面白いよな。おーいじめないでね。まあ熱さのシートはよくわかんないかもしれないけど、ホットアイマスクがいるでしょ。あとハンカチね。汗拭きシートをまた買うとして、あとパスポートこれ必要。これ何が違うんだ。てかこれ何、これミヤン面白い女。おこれはもう押し切ったんだ。今はこちらこの子です。これは何でもポーチ1 2はこっち。でもこれも絶対にこんなにいらない。みんなの意見を見習ってハンドクリームは外で使わない。はい、カラコンの替えはいるやん絶対。てかいっぱいいる。はいありがとう。
のが嫌になってきたな。なんかあるんですよ、外出先で髪のパサつきを抑えたい時用のバームとか、前髪が終わった時の前髪カラーとか、まとめたい時のラーメン食べる時とかのシュシュとか、あと猫の毛がついてた時のコロコロとか、靴ずれした時の絆創膏でしょ、ライブの時に止める前髪グルーでしょ、これは白目が白くなる目薬でしょ、これは爪切りでしょ、これはささくれができた時のネイルオイルでしょ、これは香水振り忘れた時の香水でしょ、これは絶対になんか突然必要になる印鑑でしょ、ハロコンの替えと常備薬、まだある。ちなみに何かいちいちカバンの中をあんまり変えないから、もう毎回例えば仕事の時のカバンだから何があっても大丈夫なようにするんですよ。でもこれ何を削ったらいいかわからない。ああ終わりだ。この箸たちがなければ、箸たちがなければでもたまに使うもん。箸ない、でも私持ってるって使うときあるもん。ねえねえ、ゴミ箱あさらないで。あのね、メイク道具は減らせないんですよ。これはね、分かってほしい。無理なの。無理。無理。無理だよ。これはね、無理なの。もうこの革にすることは諦めたよ。だって絶対に無理なんだもん。見てよ、他の必要なもの入れてなくてもこんなんなんだもん。でこれはいるでしょ。ちょっと待って、バームはねえねえ、本当にやめて、きなこ、本当にやめて、本当嘘じゃない。お薬は遊ぶものじゃないのよ、やめなさい、やめて。爪切りは持っていかせてじゃ、爪切りは、
と待ってて。一応1個にするのはじゃあ頑張るね。これはなんかとりあえず強いやつで頭痛薬でしょ、まあ、これがあれば一旦、あとこれね、カバンを整理してるんだよ。すごい荒れてるからカバンの中が。でもツアーの遠征とかもこのカバンです、まあ、プラスキャリーはあるけど、キャリーはもう普通に着替えとかだけ。本当に荷物が多いんですよ。みんなが必要ないって言うから減らすもんね。前髪ピンでしょ。はい。で、あ、なんかまだ入りそうじゃないあ、でもここにもある。なんか、あ、待って、カラコンの予備を入れないと。カラコンの予備は本当に必須なんですよ。これマジね、これね、冗談じゃない。カラコンはね、すぐライブ中とか汗でもう曇っちゃったりするから超必須。小さいハサミはメイクポーチに入ってるから OK。 私の携帯が、で、まだある。あ、なんかここにもカラコンの予備がある。じゃあ続き、まだ入ってる。僕が入る隙間、そうですね、ないかも。あとシャンプーとか、前髪を洗いたくなる時があるんですよ。とかこれパヤパヤ押せるやつとかね。もう入ってないですね。ポチりましょう。お主名前は？なんだっけ、スティック。え、なんかいっぱいあってどれがいいか分かんない。どうしよう、やばい。いっぱいあってどれがいいか分かんない。どうしよう。え、驚くと思うんですけど、これ旅行の荷物じゃないんですよ。日頃の荷物のなんですよ。だから私肩こりがひどいの、マジで重い。多分お米5キロくらい。
そうなの。カラコン楽屋に違うの、ライブ先とかで使うからとか、普通にゴロゴロするなとかで変えたりするから、カラコンは常にないとダメです。もう目がね痛い。あとは私はサインペンも持ち歩いてて、これは私はこのサインペンが書きやすいんです。サインがだからこれ、こうやって決まりがある。前髪ポンポンパウダー、ポンポンパウダーがここに入ればちょっと価値が見えるかもしれない。おりゃ力づく、すいませんね。あとはまあこれは一旦ここにまとめよう。これはこれはちっちゃいカバンの時でも持ってくもの。ちっちゃいポーチにまとめればいいのか。それをくしでしょ、リップ、保湿リップ。私はこの子を持ち歩いてるんですよ。いつでも使えるようにね。ペリペリちゃん、ティーちゃんリボン、ルキチパウダー回収できた。萌ちゃんが預かっててくれて。あと串2個目、これはでもいるわ。これはでもいるわ。ミンちゃんねえ、なんでこんなにさやばいんだが。TGC の時のステッカー出てきた。うん、やばいんだが、いろいろ大丈夫そう。でも私はこのカバンと長年付き合ってきてるんだ。ちゃんとね。なんでこんなにカラコン出てくるん？結果変わらなかったらねえ、変わってなさそうで無理。でもスッキリはするじゃん。私も今何が何だか分かんないからさ、カバンの中、ああどの道整理はしたかった。カバンどのくらいの期間使う？うーん、ボロボロになるまで使うけど、基本4ヶ月とかで、3、4ヶ月で変えたくなっちゃう。私はなんかやっぱり床に置くことが多いし、結構ねすごい、そう結構扱うので汚れちゃうんだよね。アレグラ出てきた。名前ペンも一個出てきた。キューピーなんとかゴールドなんとか出てきた。またカラコン出てきた。どんだけカラコン持ってんの？また出てきたカラコン。え？アレグラ出てきた。いるとこアレグラ。今使ってるカメラ大きいの売ってるんですけど、やっぱり好みのデザインってなると。ボールペンも持ち歩いてる。これ書きやすいんですよ、このボールペン。またアレグラ出てきた。いるとこ。アレグラとか言うから
れぐらいとか言うから。でもアイドルはみんな持ち物多いと思いますよ、本当に。今日くしゃみやばいんですよ私。お話し会中もねやばかった。あ、頭痛薬入れとこ。頭痛薬結構よく飲むからなんかしょっちゅう頭痛くなる。はあ、入れといて。なんかまだ出てきた、また頭痛薬。うん、今度はいらんよ。見る釣り。荷物少ないの誰なんだろう。でも整理されてんのおぎちゃんかも。整理整頓しっかりされてるイメージある。みんな結構大きいカバンだけど重いのは絶対に私だな。重すぎる。あ、壊れたやつ出てきた。次話せるぶですね。話せるぶは必須です。あとケープも必須。結構ガチで。まだあるよ。ここになんか、なんだこれ。なにこれ。石出てきた。これあれだわ。あれフランフランのさ石のフレグランスの石だわ。フランフランのストーンだわ。一個脱走してる。寝て、あ、寝てない。またカラコン出てきたし、しかもなんか違う種類の一個ずつ入ってるし、わからないです。あれ、これね。はあ、私エビ頼まなきゃじゃない？エビ。わ、結構いい感じになってきた。カバンの中がなくなってきたよ、中身。優秀者やば。はーい。こんな感じですね。でまあもうちょい入るから、え、コロコロっていらないですか。え、でもさ猫の毛がさついてたらさ気になるくない。例えば私が入れた理由があって、例えばなんですけど、まあ、ツアーのリハとかするときに
リハギが黒だった、黒してのこととかあるんですよ。リハギが黒だった時に猫の毛がめっちゃ目立つのね。でもカメラが入るんですよ。ってなったらコロコロいるでしょ。ガムテープでも取れる。確かに。シュシュはいるよ。え、入るわ。てか入るんじゃない？前髪カーラーがいるかどうかだよね。前髪カーラー次第みたいなとこではあるわ。これは前髪から入りました。コロコロはなんと入ります。きたー。箸、箸を除くポーチが一つになりました。見てパンパン。でも箸は入ってない。取り出せるよちゃんと。このコロコロ便利ですから。ちゃんとちゃんと でもたまにシャンプーいるんだよね。どうしよう。たまにシャンプーいるんだよね。まあ常に持ち歩くからその代わりにここに入れよう。あ、来た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 。満足で、これはなんよく持ち歩くもの。ポーチ、ポーチ減らしたけど増えた。でもちっちゃくなったから。ええやん。ウルリスの4連のやつ。え、何の話それ。あ、シャンプー。え、これがマジで一番謎すぎ。なんで君がここにいるの。本当に何。あと龍角さん大事。としても入んないのよね。あと私はアクセサリーポーチを持ち歩いてて、それがまあ結構大きいみたいなとこはありますけど、まあそうですね。まあでもこのくらいの大きさなら結構時間ないとアクセサリーつけないで家出ちゃったりとかするんですよ。折りたたみ傘は持たないよ。雨に打たれて走りますわ。こんなに荷物あるのに折りたたみ傘はいらないよ。出てるのやばい。でこれはリップポーチですね。リップも多くてですね、困ってるでございますわ。
2本減らしたけどよ。変わらん変わらん。あ、まだいた、まだいたんかーい。やってみよう。可愛い色して貼りますわ。持ってこう。この私これなんで変えようって思ったかっていうと、なんか破れてるんだよね確か。中が破れてて、そうだから、あとすごい歌っちゃっててもダメだなって思って、もういっぱい頑張ってくれたから、多分4ヶ月くらい使ってたらもう十分頑張ってくれた方なので、でもちょっとこのカバンには入らなそうなので、ちょっと待って。私は、まあ、こんなこともあろうかと思ってですね、きっとこんなこともあるだろうなと思ってね、ロゼのカバンをストック買いしてたんです。だから大丈夫、こっちに入れるよ。任せてよ。なかなかね、こういう大きいカバンってね、ないですから。ストック買いしといた。でもいざとなったら使おうって思ってたんだけど、その出番がちょっと早かったですね。では同じの買いました。全く一緒。もうこれが本当に大好き。こっち側だから、こっち側に鏡が、でここにマスクと両角さんで、ここにメイクポーチ、そもそも歯ブラシケースが大きいのが問題だと思います。てかそもそもこれは逆だね、こっちがこうだね。だから驚けますよ多分皆さん。パズルすぎる私のカバンの中身ね。え、次のカバンこれも多分売り切れてるよね。
こうしたいな。こうしたらより、はい、入る。えおりゃ。こうでしょ。ここに入れるものが問題説はある。こうしてここに入れるものが重要。ミリさん、新作のカバン欲しいです。変形していくのね。なるほど。非常によろしくない。こうやってカバンが変形していくのか。じゃあここにテープを入れたらいいんじゃない。じゃあ鏡をここにしたらいいんじゃない。逆にとか。あ、いい感じいい感じで、これはもう上に乗せるしかないでしょ。で、まあイヤホンはいりますね。おは終わりじゃない。カバンはこんなに入ります。取れちゃった。スリムになった。だからいっか。スリムになったんだもんね。膨れてる。それは触れないでください。そうですね、私ばくなったしね。でも全然当初よりかは多分ね、これのせいなんだよね、膨れてるの。そんなことないわ。あれ、きなこがいない。まあ、77点で今日のミッション達成率77点。メイクポーチは削れないんだ。これでもね、削ったんですよ、メイクポーチの中身も。
方がないですね、こればかりは。お清めでも巻いとこう。マジでこの石だけは意味わかんない、理解ができなかった。結構本当に怖いよね、怖すぎです。決まりました。そっか、まあでもお箸たちがないのは不安ですけど、まあ、しばらくないまま過ごしてみようと思います。コンタクトはなんか20個ぐらいカバンが出てきた。あとこの前髪留めるやつはメイクポーチに入れれば場所を取らないで済むことが分かりました。メイクポーチに入れましょう。もはやネイルオイルもメイクポーチに入れたらいいんじゃない？ダメ？それはダメだったりしますか？それはルール違反ですか？入った、よし、入ったからいいでしょう。感動してる、こんなにカバンが片付いて。本当にすごい領収書だらけだったから嬉しい。カバンの乱れは心の乱れですね。はしさん選抜落ちです、申し訳ございます。誠に申し訳ござんす。あとカラコンやばいね、カラコンやばいなって思いました。きなこもカタカタしてて私もカタカタしてる。カラコンの場所取る率半端ない。カラコン場所取りすぎ、テープ使おう。カラコンは早く使おう。カラコンだ、早めに使うよ、カラコンだから。鈴を面白い女おー、でもすごい片付いた、ありがとうみんな。ところでこれはどうする？抽選でプレゼントやばい、いりますか？タワー来た、ニモーありがとう。何タワーだ、待ってタワー書かなきゃ。
よし。はっ。汗拭きシートたちの存在を忘れてた。まあ後ででいっか、そんなの。ありがとね。アクセサリーにしよう。指輪。きなこはスコティッシュです。さやちゃんが、あ、さやがひとみちゃんのだいぶ雑なものね。なに見てない。H、 ここの H かわいい。よし、タワーを書いて終わるぞ。で、このカバンはもう一回袋に入れていつか使います。あれ入らないな。フラップ行くよーか。朝やそのまでよくするんだよね。似てないけど似てないけどね。よーし、いい感じ、いい感じになりました。ギフト何個か流れてる。やだー、追いつかない。ちょっと待って、マウマウ面白い女。あ、これ読んだかも。公平偉い、ありがとう。ケイティお疲れ、ありがとう。バーノン頑張った、ありがとう。褒め褒めってことね、ありがとう。でもって、まー、あ、ちゃん、ゆた、りよび、りなな、たくみみもがタワーを投げてくださって、ゆたは誕生日タワーに追加で書いてほしいって言ってくれたので、それで書くんですけど、他の皆様は誕生日タワーとして書いてほしいよという方は、誕生日タワーだよという方はいらっしゃいますかでしょうか。確か昨日最後にさ、付け足したんだよね。お腹鳴った。ありがとう、ありがとう。これは誕生日タワーの、これ最後のページですね多分。ありがとう。23歳も幸せな日々を過ごせるように、カバンの中を汚さないように頑張る。4月14、まー、あ、ちゃん、りなな、りおぴ、みも、たくみんはこっちのボードでいいのかな。みもさん誕生日タワーがいい。あ、オッケー、ありがとう。なんでだろう、私コメント見損なっちゃった。
見損なっちゃったって何？見損なっちゃったって日本語違うよね。でも見逃しちゃった、それだ。みもはどこに入れよう。みもー、ここに書かせていただきました、ありがとう。みもありがとう、素敵な一年に一緒にしてくれる、ありがとう。みもよし、まー、あ、ちゃんはボードね。まー、あ、ちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうだよ。お話し会もこちらこそ、お祝いありがとう。幸せいっぱいな一日だった。めちゃめちゃ本当に愛あふれてた。リナナありがとう、ありがとう。洋服かわちい話した。リアピーありがとう、ありがとう。愛の言葉を聞きました。たくさんありがとうだよ。愛って大事。ありがとう。23歳になりました。はや、早くない？メソメソいいんだよ。え、でもそういうのを何こう話してくれる嬉しさってありますか？本当にこれで書けたかな。ありがとうございます。愛されてるよ、みんな本当に優しいんだよ。だって私がさ、超さ、カバンの中身を整理に夢中になっててもさ、付き合ってくれるんだよ。顔出して配信してるくせにさ、おでこしか映ってないのにさ。お、入らない。優しいですわよ。ありがとう。ケーキ、え、全然もう気持ちが嬉しいよ、ありがとう。てか今日私11時ぐらいに終わろうと思って配信したんだよね。眠くて、でもそんなのとかどうとかよりもカバンの中があまりにもすごすぎて、なんかさ、きなこが一瞬さ、はあ、現場を抑えました。現場を抑えました。一生なんかやってんだけど。あ、はあ、あ、いけないんだ。いいの、そういうことして。めっちゃかわいい。バレてるよ、見てるから、やめな。かわいい、かわいいです。ペットはいいですよ、かわいいです。許しちゃうぞ。
終わろうかな。すごいなんか中途半端な時間だけど終わろうかな。たくさんありがとうございました。カバンも少しスリムになったし気持ちいい。助かる。付き合ってくれてありがとう。え、あの餃子めっちゃ美味しかったから。栃木餃子、宇都宮餃子か。もう本当に感動するよ。いい女さんに近づきました。みんなのおかげで。自分一人の力で。自分一人だったら多分箸入ってる。自分一人だったら箸入ってます。ありがとうだよ。何してるの？にらめっこしてるんだけど。にらめっこしてるきなこと。何してんの？そのカゴがいいの？そこで寝なじゃ今日は。ではランキング読んで終わります。13位バーノン、ありがとぴかり。12位りょうきち、あ名前戻ってる、ありがとぴかり。11位コウヘイ、ありがとぴかり。10位タイ、ありがとぴかり。9位マンマン、ありがとぴかり。8位ユータ、ありがとぴかり。7位カズナリ、ありがとぴかり。6位ミモ、ありがとぴかり。5位ユタ、ありがとぴかり。4位マーちゃん、ありがとぴかり。あ待って、タワー読んでない。ミモからかな。ミモありがとうぴかり。こうゆたありがとうぴかり。よいまーちゃんありがとうぴかり。3位りゅうびありがとうぴかり。2位りなまちゃんありがとうぴかり。1位たくみありがとうぴかりだよ。ありがとう、ありがとう。なんか生誕の時のなんか皆さんが作ってくれた動画とか、あのね、見たと思ってるんですけど、見れてないものも多分あるかもしれないので、なんか何回か送ってください。これだよって、ありがとう。私のために用意してくれてたくさんありがとうございました。そうだって誕生日迎えてたからずっとこうやってシュポシュポってやってたから、しょっぽしょっぽって。みんな上手だな動画作るのって思って見てた。ありがとうございます。ではまた、おやすみなさーい。ありがとう。